Hey guys, Zell here. Welcome back to more Don Machin Memorial Freeze. 2 days and 2 hours left. Gotta love when I can't record all day because it's storming all day. Didn't want to record with the possibility of the power actually going out. And it did, once. I just didn't want to actually record and have it get corrupted, so let's go. 気をつけて行ってきてください。なんだよあれ。翼を持ったヘビ。いえ、竜。あんな巨体で飛べるの？ Well, this thing is definitely interesting. It's also definitely new. そしてあまりの醜悪さにヘドが出る。あんなモンスター、見たことがないぞ。It's because it's called a nightmare for a reason, Kaguya.アルカナムによって引き寄せられ37階層より生まれた黒き異形、名をつけるとしたら、そうだな、デルピュネといったところか。穴が見えるか、眷属ども。都合19もの階層を貫いた特大の奈落への入り口だ。冥府の門にして地下世界の象徴でもある。これを地上にまで開けてやろう。バベルは崩れ、神王は終わり、約束されし神話が始まる。そう、闇と混沌の時代だ。祝え、そして死ね。この俺が滅びを授けてやる。正義の輝きはもういらない。エレボス様、早くお逃げください。これ以上はもう我らでは守りきれ。おっと、うかうかしていると俺が死ぬか。神を狙っているのだから当然だな。さあ、これで最後だ。お前たち、アルフィアの元まで俺を守れ。その犠牲は無駄にはしない。約束しよう。どうか主役を退場させてくれるな。間違っても、間抜けな喜劇には変えるなよ。What? Because the last time it was a comedy? Man, Aru, that was a fun time. 期待していた以上にいいものを連れてきた。計画を聞いた時は眉唾者だったが、私も見たことのない化け物。やはりダンジョンの道は限りないか。クソ、見境なしか。しかも桁違いの破壊力。穴を開けるどころか、このままでは階層そのものが崩れ落ちる。無視できる存在ではない。まだアルフィアもいるというのに。アイス、オーボイ。あれは… Her special powers are starting to connect with it. あれは… アイズ、待て、行くな。Kill all horde of monsters in the way. Oh god, Ice is going solo! The special powers that Ice has is resonating with the nightmare. This is completely making her freak out. I don't doubt. Have I seen those things before? I swear I have, right? I don't know, it's been way too long.
暗黒の時代を覆す光に。Yeah, no. It's completely fine for eyes to be freaking out right now. She sees it as true evil. She clashes with her power. Nanda, 驚いたぞ。モンスターを葬ってくれるとは、敵である俺を助けて。聞こえていないか？小娘の皮をかぶったバーサーカーがちょうどいい。あれほどの風の力、特攻だろうとデリピュネの足止めにはなるだろう。この隙に移動させてもらうとしよう。そうだな、行くのなら見晴らしのいい場所がいい。この地獄の景色を見渡せる特等席が。 Whatever you say, man. Whatever you say. アイズ、こんな形であの子の怒りが爆発すると。 Yeah, she's bursting with anger. このままではアイズがやられるぞ。どれだけ暴走したところで、あの化け物相手に一人では太刀打ちできまい。行って。ガレスのおじさま、ナインヘル、ケンキを助けに行ってあげて。ここはアルフィアは私たちで何とかする。バカを言うな、アリーゼ・ドーベル。レベル3に過ぎないお前たちがレベル7の怪物をどうやって。大丈夫、ブレーバーの作戦ならしっかり覚えてるわ。どんなに倒されてもくじけず諦めず立ち上がってあげる。清く美しい私たちの正義は不滅よ、不滅。ふっふーん。だからお願い、信じて、ガレスのおじさま。行くぞリベリア、どちらにせよお主は合図を放って戦えまい。すまない、アストリアファミリア。集え、大地の息吹、我が名はアールブ、ベールブレス。防護魔法だ、効果が持続しているうちはお前たちを守る。頼む、死ぬな。任せたぞ小娘ども、帰ったら宴だ。ドワーフの日酒をしこたま飲ましてやる。やったわ、ナインヘルから選別をもらったし、ガレスのおじさまと飲む約束もした。完璧ね。完璧じゃねえよ、すっとこどっかい。ふっざけんなよアリーゼてめえ。こんなどうしようもねえ負け戦安請け合いするんじゃねえ。絶対に死ぬじゃねえか私ら。諦めたらそこで何もかも終わりよライラ。大丈夫、まだ私たちは死んでないわ。いけるいける、このアホンだら。本来ならばそこのパルームと並んで私も罵倒する側だが、今回ばかりは団長側につこう。あの女には借りがある。たとえ生首になり果てようと、あの喉を噛みちぎってやる、うん、リベリア様の王能を取り払えるのなら勇んでこの身を捧げましょう。何より誰かがあれを撃たなくてはならない。茶番は終わったか。ええ、終わったわ。茶番ではなく決心が。そうか、ならば屍を晒せ。二度と雑音を生まないよう、その命を摘み取ってやる。残念ね、私たちやかましいことに関しては自信ありまくりなんだから。あなたが音を上げるくらいじゃんじゃか戦い抜いてあげるわ。達成、素晴らしい戦果です。
You know, as we go through these more and more, I'm really starting to wonder when exactly we're gonna start losing allies. Because we're getting closer. Oh boy, evil, the sword, and the dance. Will they be all at once, or will they be one after the other in each story section? That's what I'm worried about right now. More so than Eyes, because we already know Eyes is fine. Eyes, yose! Modaru nda! Kusso, koe ga todoeteri nai. Gekijou ni shihai sarete iru. あのデカブツはデカブツで、わしらの攻撃がろくに効いておらん。合図の風だけが巨体を傷つけ、抑え込んでおる。おまけに。再生能力。斧だろうが魔法だろうが、傷を与えたそばからあのざまだ。波状攻撃でも仕掛けん限り、魔石まで肉をそぎ落とせん。あの合図の斬撃、スキルまで全開にしている。あの子が暴走したことでモンスターを食い止めることができるとは、なんたる皮肉だ。だがいつまでも長く持たん。強力すぎるがゆえに、あの魔法とスキルは合図の体を蝕む。なんとか止めなくては。どうしたガレス。俺は、いや、奴らは。アガリス、アルベシンス、炎のエンチャント、それがお前の切り札か。ええ、そうよ。清く正しく美しい私にぴったりなホムラの鎧、スカーレットハーネルの名の言われ。どう、参った。というわけで、みんな連携いくわ。作戦は蝶のように舞い、蜂のように刺す。了解。前衛さん、中衛後、後衛さん、エルガルムたちが抜けた代わりに支援を厚くしたか。しかしレベル3の身でレベル7のアルフィア相手によくやる。主刀の一つでも直撃すれば、そこで終わりだろうに。互いを補完する連携、圧倒的強者を打ち倒す冒険者たちの特権であり、最大の武器か。ゴスペル。任せて。ポーションもエリクサーもブレイバーから山ほど分けてもらったからな。死ななきゃすぐ治してやる。徹底的な魔法対策、パルームの入れ知恵か。呆れるほどに音の通りが悪い。あのハイエルフの防護魔法によってさらに堅固になった。そして間断ない攻撃と絶妙な距離感、常に迎撃を強いて体力を削ろうとする。私にとって嫌な間合い。奴らの狙いはやはり持久戦か。化け物め、剣鬼たちの共闘から今までどれだけ攻め続けていると思っている。息一つ上がっていない。先に我々が力尽きては元も子も。すでに始まっていましたか。どうやらしっかりと遅刻してしまったようですね。ですが、宴を楽しむことはまだまだできそうだ。いやー、よかったよかった。貴様はあの時の、なぜここにいる。バベルから下ってきたのか。
そんなことどうでもいいでしょう。私たちはここにいる。ならばあなたたちと存分に踊るまで、違いますか？ああ、ビト。来たのか。ご無事で何より我が主。ですが、どうか焼き払われないよう注意してください。あなたが送還されれば、私のステータスも封じられてしまうので。そうなれば、彼女たちとの宴も楽しめない。貴様、以前もこの18階層で会ったな。あの時足を運んでいたのは、このための下見だったというわけか。その通りです。なんせ主神自らダンジョンに赴くというのですから。手間とはいえ、間違いのないよう慎重を期すべきでしょう。けれどそんな手間のおかげで、あなたたちアストレアファミリアと奇妙な縁もできた。出会いの運命というやつですかね。おぞましい。吐き気がする。何が運命だ、クソめ。おい、かぐや、どうした？敵の援軍？畜生、こんな時に。来るな、ライラ。リオンたちにも知らせるな。リオンたちの集中を切らせば即座にやられる。そしてこんな雑魚どもに人員を避ける余裕はない。私一人で切り捨てる。ばっ、お前この数を一人でなんて。代わりにお前は私の穴を埋めろ。頼んだぞ。はあ、ふざけんな。無理に決まってんだろ。たのんだぞ。なあ、くそ、地上に戻ったら一杯おごれよ。雑魚とはひどい言われようだ。私にもかけら程度はある矜持に傷がついてしまいます。黙れクズ。かまってやるのだからありがたく思え。本当ならば私はあの女をぶちのめしたくてたまらないのだ。だが貴様にも散々舐めた真似をされたからな。その勘に触る笑みを二度と拝まぬよう輪切りにしてやろう。本当に口が汚く、どう猛なご令嬢だ。ならばぜひあなた一人で我々と踊っていただきましょう。 True noise。 I still don't like Vito。 華麗だ、そして力強い。あなたの舞踏についていけず、大の大人がまた一人力尽きてしまった。これでもう残っているのは私だけですが、さすがに息が上がっているようですね、お嬢さん。虫巣が走る。その口を閉じろ。 Thank God I'm not the only one that... 力と速度が上昇しているな。特に赤い髪のお前、魔法の効果だけではあるまい。稀有なスキルを持っているか。よくぞ見抜いたわね。その通り、私のレアスキル、ルブルード・ベキアの効果は。アリーゼ、敵にスキルをばらしてはダメだ。本当にお前たちは特別やかましいな。早く消し去るに限る。あら、やかましいのも捨てたものじゃないわ。だってこうしてあなたの注意を引きつけられるもの。シールドバッシュ。ドワーフでもないパルームのお前が何の真似だ。うるせえな。頼まれちまったんだから仕方ねえだろ。チクショ、分かっちゃいたが何も聞いちゃいねえ。が今の盾の手応えで確信したぜ。何？お前の無効化の魔法は障壁じゃねえ、エンチャントだ。
Oh? どういうこと、ライラ。片腕を突き出して呪文を唱える。それは全部フェイクってことだ。さも逐一、障壁を展開しているように見せかけるためにな。アリーゼや剣気の魔法と同じ。こいつは不可視の。そして、魔法を打ち消す鎧を常に身にまとってんだよ。そうか。法外の攻守切り替えのからくりは、高速な魔法執行ではなく、防御は常に発動していたから。それがどうした？気づいたところで何も変わるまい。ああ、何も変わらねえ。だが、お前は魔法を警戒する限り、その鎧を解除できない。永遠に消耗し続ける。魔法の無効化だなんて、とんでもねえ代物だ。その涼しい顔に見合ってねえマインドが、今もゴリゴリと削られてるんだろ。それではつまり、Keep pounding her with magic. 私たちがしつこく光栄と連携し続ければ、こいつをマインドダウンに追い込むのも不可能じゃねえってことだ。私たちが力尽きるのが先か、相手がバテるのが先か。わかりやすくていいわ。そして、正気の材料も増えた。雑音を嫌うがあまり、沈黙の楽園に代償を支払い続ける。それがあなたの弱点か。正解だ。腹立たしいが、その目を認めるしかあるまい。レベル2の、しかもパルームに二度も出し抜かれるとは。やはり、ただの腕力と技と駆け引きだけで物事を測るべきではないな。お前のような小虫に足元を救われかねん。レベル7に褒められるなんて、光栄すぎてしょんべんもらしそうだぜ。で、いいのかよ、女王様。エンチャントを解除しなくて。雑音を嫌ったままだと、私たちにいいようにもてあそばれちまうかもしれないぜ。何か勘違いしていないか？私が真実煩わしいと思っている雑音とは、お前たちうぞうむぞうが奏でる不愉快な旋律ではない。私自身の、この呪われた福音の音色だ。何？お前の言う通り、私のシレンティウムエデンはエンチャント。身にまとっている間、あらゆる外部の魔法を無効化する。同時にこれは内部の魔法にも作用する。意味がわかるか？つまり無効化とまでは言わないが、私の放つ魔法まで著しく威力を削ぐということだ。私の静寂は鎧などではない、煩わしき音を抑え込むための封印だ。Oh boy. それじゃ、今までのあの馬鹿げた砲撃でさえも weakened attacks. 力を封じ込められた末端、真の威力ではなかった。聞かせてやる。私が意味嫌う真の雑音を。エンチャントを解いた。この風、まさか全部抑え込まれてた魔力だってのか。消え失せろ。みんな退避。遅い。ゴスペル。サタナス・ヴェーリオン。My God! Holy crap! 産声を上げる前から私が犯した現在の証し。
やはりこの音色が一番忌々しい。今も昔も、すべてを奪うことしかできない。団長、ライラ、ネーゼ、リオン。強すぎる。やはり暴食も静寂も、あの落ちた英雄がいる限りオラリオに未来はない。Evil Feast. Oh boy. 我らは風に愛されし、グフーの巫女。ダンジョンからの進路、今までのものと明らかに違う。討伐隊とモンスターが衝突しているのか、それとも敵の突破を許したのか。アリーゼ、リオン、シタは随分盛り上がってるじゃん。計画は順調みてえだな、エレボス。バレッタ様、この衝撃は。うろたえんじゃねえ。この衝撃が募れば募るほど私たちの価値が近づく。オラリオ崩壊のカウントダウンってな。だがちょうどいいぜ。てめえらと同じように冒険者どもも確かに動揺した。わずかだが、確かに四季が揺らいだ。絶好の潮だ。フィンに攻め込まれた盤面、ここでひっくり返してやる。おい、ジュラたちを呼べ。テイマーたちを、まさか。ああ、札を切る。取っておいたモンスターどもを放ち上がれ。物見の警報。まさか敵の援軍まだ来るのか。南東の方角からモンスターの群れが来る。大型級多数。今までと顔ぶれが違う。ち、迎撃する。相手は地上のモンスター。厄介なのは数だけだ。行くぞ。何ですか、この違和感。 That's a monster from the dungeon. この野郎。 Don't. え、ああ My adventurous sea. 何、肩が押されている。今までのモンスターとは違う。何が起こっているのですか。 You were brought from the dungeon, don't you know? 戦おう覚悟が決まりました。 But dungeon monsters don't have anything against us, so it's completely fine. Everyone else though, they're screwed. ノアル、敵、いや、モンスターの攻勢が強まった。抑えきれねえ。何だと。館の防衛に回ってる連中が餌食になってるよ。このままじゃ砦が落とされる。敵の後方にテイマーの一団を確認。一部のモンスターたちを操っているものと思われます。あの動き、テイムの腕はシャクティたちよりはるかに拙い。だが、あのモンスターたちの強さは何だ。部隊を回せ。砦にあの大軍を近づけるな。ワイバーンまで。イブンさん、竜の谷からモンスターを引っ張ってきたっていうのか。それにしたって個体の強さがおかしい。上級冒険者が束になっても突破されるなんて。だ、誰か。味方
がどんどん倒れていく。手がつけられない。まさか教科書。ちげえよ、れっきとしたダンジョン由来のモンスター。ただしクノッソスで飼っていたって言葉がつくがな。まあてめえらには何もわからねえと思うけどよ。イケロスの連中に集めさせておいた甲斐があったってもんだぞ。仮想から真相の化け物まで揃ってやがる。さあ手当たり次第ぶち殺せ、モンスターども。暗黒の時代を覆す光に。 Okay, have we ever seen those T-Rexes before? I don't remember if I've seen those T-Rexes. 団長、モンスターの進撃止まりません。 There's so many enemies. 被害は I just forgot. 都市に散らばっていた石膏部隊は全滅。砦の守備隊も瓦解間近。各部隊イビルスを包囲していた陣形を維持できません。陣形を変更、砦の防衛を最優先。町に被害が出てもいい、迎撃を魔法主体に切り替えろ。は、はい。モンスターの増援を機に戦況の流れが明確に変わった。数えきれない教科書の運用、いやありえない。僕たちが感知していない隠し玉がまだあったか、バレた。今の音はまさか。あっちも勝負はあったみてえだな、フィン。おったる。Turtle!存外に粘ったな、クソガキ。まるで英雄のようですね。 So wait, if Turtle lost, how exactly did we win this war?Sign of violence. Oi, 生きてるか、お前ら。生きてるけど、どうして生きてるの、私たち。リベリア様の魔法、あれがなかったら文字通り消し飛んでいた。 Yep. See, if Lyra would have just kept her mouth shut, she probably wouldn't have taken down her enchantment. まだ原型を保っているか、小娘ども。私の魔法の腕も衰えたか。いや、腕を上げたあのハイエルフを評価すべきか。だが、お前たちを守っていた加護も弾けた。もう次はない。あちらも死ぬ。エルフとドワーフはともかく、あの小娘。神が召喚したモンスターとあそこまで拮抗するか。オラリオ崩壊の前期。これもまた一興か。何も思わないのか。何をだ。あれを見て何も思わないのか。人々を殺戮し、あらゆるものを壊す。あんなまがまがしきものを呼び出して、本当に何も感じないのか。限りなくうるさい。
そうは思う。だがそれだけだ。神を殺す資格、平等の破壊、まさに邪悪の化身だ。あれが失望を殺す鍵となってくれるなら我慢もしよう。私からすればこの身に救う空虚な失望の方が耐えられない。あなたの失望とは何だ。オラリオを守ってきたゼウスとヘラをそうまで反転させた失望とは一体。いいだろう。これだけ私を煩わせてなお未だ雑音をかき鳴らすことのできるお前たちには聞かせてやる。私たちの失望を。 Is about the black dragon? 947。随分と打ち合ったがここまでか。それだけ武装に身を固めても届かなかったな、クソガキ。嘆かわしい。呆れ返る。お前が今代の最強とは。やはり俺たちの失望は止まらない。ならば卑怯。オラリオを滅ぼすのもやむなしだろうよ。やむなし。やむを得ない。何を。仕方がないとそう言った。迷宮の蓋を開け、あまたの命を奪い、人類を間引く。やりたくはないが、やるしかないとな。我々の失望とは無力。あまりにも単純で、この上なくありふれた虚無感だ。無力、虚無感、一体何に対しての。オラリオ、いや世界に対して。何より自分たちに対して。どういうことだよ。私たちにも分かるように説明しやがれ。我々の無力など語るまでもない。ベヒーモスを討ち、リヴァイアさんを召した私たちは敗れた。黒竜に三大クエスト。神々をも認めさせる実力を有し、自負にあふれた強者どもがいともたやすくなぎ払われ、かつて味わったことのない蹂躙にあった。粉々にされ、八つ裂きにされ、焼却され、餌にされ、ボロクズと化した私の視界には血の海しか残っていなかった。そして生き残った者たちは最強の英雄と称えられていた眷属たちは逃げ出した。私はあの時確信した。ああ、このやり方ではダメだったのだと。真の絶望に抗えない冒険者ども、世界の悲願には届くことのない英雄を語る無力の共柄、神にすがるこの時代では、あの黒き終末には決してかなわないと。世界は英雄を欲している。ならば世界が欲する英雄とはどのようにして生まれ、どのようにして成り立つ。真の英雄とは果たして本当に今の時代から誕生しうるのか。何？図らずとも黒竜に敗北した俺たちが実証してしまった。
今のやり方ではならん。このやり方では拉致が明かぬと。新時代の英雄ではあの化け物には勝てない。ならば今も語り継がれる俺たちの誇り、英雄の時代を取り戻すしかあるまい。貴様、まさか。そうだ、時代を逆行させる。かつての英雄神話を再現するために。怪物どもが地上を席巻し、恐怖と絶望に支配されていた古の時代、絶滅の危機に瀕していた人類は方向を上げた。喰らい尽くされてなるものかと、逆に喰らい返さんと。強大な絶望を前に己を落とし、限界を打ち破った。そう、あの時代が生んだのだ。武田家しくも勇ましい昔日の英雄を、最強の伝説を。古代の光景を蘇らせるために迷宮からモンスターを解き放ち、今の平和を破壊する。その通り。静かに腐りつつあるこの下界を混沌で満たし、英雄を生む礎を用意する。でなければ勝てん、人類は打ち勝てん。黒き終末に飲み込まれ、下界は完全なる滅亡を迎える。故に奥の犠牲を払い、黒竜に届く一を作り上げる。この世を救う最後の英雄を。 So essentially what you're saying is that Bell will be the hero that defeats the Black Dragon, essentially. Extol the Conqueror, Origin Myth, Seek Despair Hero's Ship.千年、古代が集結し、神々が降臨し、人類に恩恵を授けるようになって1000年。それほどまでの時をかけ、世界は古の怪物と戦う準備を進めてきた。その結果がこれだ。私たちはむざむざと敗北し、ゼウスとヘラ、いや、新時代が築き上げた千年は無駄になった。あの黒竜には何も通用しなかった。あれほどの風格を誇っていた最強の男が、あそこまで傲慢な最強の女が、血を吐いて腕を失い悲鳴を上げ、最後はみっともなく敗走した。無様とはこのことだ。私はつくづく失望したよ。私たち自身に、この世界そのものに。だが希望はある。それこそが英雄神話。Going through our past, huh? 古代の人類は、その身一つで大穴より溢れた化け物どもと渡り合った。ファルナなど授からずにだ。信じられるか？精霊の手助けはあったとはいえ、
あの時代のものは自分たちの力のみでモンスターの侵略を押し返したのだ。始まりの英雄からその意志をつなぎ、新たな勇者が生まれ、そして最後には一人の英雄があの黒竜から目を奪い、このオラリオの地から追い払った。今の我々では届かなかった偉業をかつての英雄たちは成し遂げた。それが全てだ。それではあなたの失望とは、あなたたちの目的とは。ああ、人工の英雄ではダメだった。ならば新時代から解き放たれた純然たる英雄を生むしかあるまい。そのためにもう一度英雄の時代を取り戻す。なんだよそれ。それじゃあお前たちがオラリオを滅ぼそうとしているのは。この下界を救うためだ。結局てめえらも世界の平和を望んでるってことかよ。それなら仲良し小良しに手を取り合えねえのか。無理だな。お前たちはあれを見ていない。あの終末の竜を。圧倒的な絶望に対しあまりにも無知だ。我々の意見は決して交わらない。そして私とザルドはもう唯一の答えを出している。あなたたちは なんだ。暴風、いやダンジョンに竜巻、あれもモンスターの仕業だってのか。違うわ、あれを生み出してるのは。憎い。This is Ice's wind. あなたたちみたいな存在がいるの。たくさんのものを壊して、たくさんの人を傷つけて、たくさんの悲しみを生み出して。誰かの泣く声は止まらない。私たちの涙は止まらない。死んでしまえばいい。だから殺さなきゃ。お前たちみんなみんなすべて。まさか合図の魔法とスキルが共鳴を。 Oh dang。Oh, it's actually in pain. Desperate に響か。バカな。デュランダルの剣でも耐えきれんというのか。よせ、やめろ。先にお前の体が砕け散ってしまう。アイズ。素晴らしい。おぞましき力。黒き風。ヘラが欲しがったわけだ。剣気、あんなものを彼女一人で。Yeah, she is.
見ろ、あれだ。あれこそが奪われた者の力。恐怖と絶望、その先で手に入れることのできる至強の方向。かつての人類も経験したであろう負の連鎖、その末の景色。あまたの犠牲を乗り越え、選ばれし者たちがあそこにたどり着きさえすれば、黒竜を撃てる。世界は終末を乗り越える。そんなこと間違っている。そういうかならば提示してみせろ。あれ以上の力を、あれ以上の証を。意志を、覚悟を、正義を。できるものならこの私に証明してみせろ。Man, it makes me really kind of sad I didn't get eyes. This sucks. Ashes and flaws, mud and bricks. どうか、私は。Not even one copy, man. I can never get an eyes I legitimately 100% want. 真の絶望を知る者の雄たけび。Only by luck. アルフィアたちだからこそ出せる通告。さあ、リオン。そして冒険者たち。その絶望に正義を示せるか。これもまたあの日の延長。俺たちは生意気なお前たちの答えを待っている。時代を巻き戻す。今の世界を一度破壊し、古代の英雄を再誕させるだと。イカれてるぞあの女。そうでしょうか。私は驚きはあれ、彼女たちの望みは真っ当なものだと思いますが。ふざけるな。虐殺と破滅が正しいなどと肯定されてたまるものか。そんな道理があっていいわけ。なぜなら彼女たちの悪は彼女たちしか知らない真実に基づいている。そしてあなたたちはその真実を知らない。暴食と静寂からしてみれば、自分たちの信念こそが正義だと疑っていないでしょう。だって世界を守り、世界を救う手段と過程の際はあれ、目的はあなたたちと一緒ではありませんか。それは、そう、正義と悪は表裏。よく言うでしょう、それぞれの真実あるいは事実によってコインは表にも裏にもなる。質問をしましょう、美しいお嬢さん。あなたの目には私がどう映っていますか。嫌そうな顔をしないで、どうか答えてください。血に酔い、血に狂う獣者、殺戮に思考を見出したクズだ。なるほど、手厳しい。ですがあなたの言う殺戮とは事実であって、私にとっての真実ではありません。お嬢さん、私の目にはですね、あなたがとても汚らわしい灰色に映っていますよ。何？私は生まれた時から欠陥を抱えていました。視界に映るものが全ておぞましき灰に見えてしまう。さらに人々の声は耳障りな雑音に聞こえ、口に入れるものは全て形容できない異物に感じられる。香りなど概念すら知らなかった。それだけならばまだマシだったのですが、ある日気づいてしまいまして。何をだ。灰色の光景の中で唯一人が流す血の色だけは鮮やかでとても美しい赤色として感じられることを。
あの時の感動は忘れられません。私はもう一度見たいと思った。ですが自分の血ではいくら流してもダメでした。そう、他者の血でなければいけなかった。もっと言うならば恐怖、嘆き、苦しみ、絶望、およそ負の感情と呼べるものがそこに含まれていないと、私はやはり何も知覚できないようなのです。気づいた後は止まりませんでした。試しに人をナイフで切り、石で殴る、誰かを殺めてみる。その途端、私の世界は色づいた。枯れていた私の心は潤い、もっともっとと興奮と絶頂の言いなりになるしかなかった。恐怖と絶望の声がはっきりと聞こえる。流れ出る血と炎で巻いた人肉の焼ける匂いが芳醇に香る。こんなひどいことがありますか。私はあなたの言う殺戮の中でしか人間になることができない。これを世界の歌詞と言わずして何というのでしょう。このような私は世のため、人のため、自ら命を絶つべきでしょうか。いいえ、それでは私の気が収まらない。私が殺戮の中でしか味わえない事柄を誰もが当然のように享受しているなんて、そんな不平等なことがありますか。私が世界の歌詞だというのなら、私のような存在を生み出した世界も欠陥そのもの。この不完全な箱庭に復讐をするためには、箱庭そのものを壊すしかない。それこそ世界是正、私の大願。それがお前がイビルスに組みする動機か。ええ、私の真実を肯定するためには、あなたたちが正義と呼ぶものを打ち倒すしかない。そして私のような被害者を出さないようにするには、歌詞を生む世界ごと一度リセットするしかないでしょう。神々を憎みながら、彼らが作りたもうた箱庭を破壊し、次こそは正常なる楽園を築いてくれることを願って。それで私に同情してほしいのか。いいえ、まさか。ただ知っておいてほしかったのです。事実と真実の相違というもの。そうすればあなたたちも少しは納得して倒れてくれるでしょう。望んだところで善人にも聖人にもなれない。正気を抱く英雄にだって、殺戮の先に賜る私の称号は罪人に違いない。だからこそ、だからこそ、私は己を貫くしかないのです。これが私の悪、そしてこれが私の正義なのです。正義か悪か、道理か非道か。どう評されようが俺はどうでもいい。ただなさねばならぬと誓いを立てた。これだけは絶対だ。俺は俺の誓いを成し遂げる。故に邪魔する者は全て喰らい尽くすまで。長話が過ぎたな。アルフィアたちを待つまでもない。俺がオラリオに引導を渡そう。この剣でバベルを。待て。立つか。だが
立ったところでどうするつもりだ、半死に。そんな体で俺を。俺の兜。なんだ今の動きは。いや、答えなくていい。この香り、わかるぞ。今のお前の味が。お前、怒っているな。俺が今まで目にしたことがないほどに。そんなに俺の戦いの動機が勘に触ったか。それとも、お前も俺たちの行いを下道と罵りたいか。世を守らんがために、世を滅ぼそうとする俺たちを。黙れ。何？お前の建前など、どうでもいい。建前？何を言っている？お前の小宅に、投げかける俺の言葉など、ないと言っている。もし、問うことがあるとすれば、それは、ザルド、その鎧の下、どこまで侵されている。お前の誓いなど、俺にはわからん。俺には、お前の剣が映し出す、お前の意志しかわからん。お前に敗北したあの夜、俺は貴様に臆していた。だからあの日、俺はお前の意志がわからなかった。だが今ならばわかる。お前は前例をもって壁になろうとしている。お前たちはまた俺たちの踏み台になろうとしている。8年前と同じようにマキシムたちの行いを繰り返すかのごとき。何を言っているかわからんぞ、クソガキ。俺のわかる言葉で話せ、イノシシ。仮にもしその言葉が正しいとして、何がそこまでお前を奮い立たせる。屈辱だ。俺が浴びるのは屈辱と敗北の泥ばかり。身の程をわきまえず壁に挑み、倒れては土の味をかみしめる。そして今も俺は弱いまま、こうして再びお前たちを立ちふさがらせたこの身が憎い。なったる脆弱、なんたる打者け。俺はお前たちの失望以上に俺の無力を呪う。それで、だからこそ俺の答えは変わらん。俺の答えはただ一つ。それはお前を倒す。やってみせろ、クソガキが。俺に一度も勝てなかったワッパ、生涯負け続けてきた畜生め。ほざくなよ、いけがるな、抜かすんじゃねえ。これまでもこれからもてめえが浴びるのは屈辱の泥だけだ。たとえそうだとしても、俺はその泥を礎に変える。彫刻の礎に変えてのけれ。そこまで言うなら吠え上がれ。てめえの弱者の方向を聞かせてみろ。勝者は敗者の中にいると証明してみせろ。うー
手だれですか。どこに隠れて。次を答えてくれ。Good job, you one shot him. So his true level was in the 20s, not actually level 100. I was seeing an illusion this entire time. Hear the song of battles. Hey, this image is taken from the login screen. All right. 希望を掴み取ってください。音と衝撃がまた都市の真ん中から響いてくる。オッタルが立った。まだ勝負は決まっていない。王者立て直せ。この剛健の音が途絶えない限りオラリオは負けない。この戦いの音色に我々も名を連ねろ。ファルガー、戦線を押し上げなさい。王者がつけた火を無駄にしてはならない。都市に灯ったこの炎が消えた瞬間、私たちは負ける。了解。お前ら続け。何やってやがるザルド。王者を早く仕留めろ。オラリオを調子づかせるんじゃねえ。てめえら残りのモンスターを放て。全部だ。全部全てですか。もう手すきのテイマーはいません。ここで放ってしまえば味方にも被害が。テイマーはいらねえ。それよりも使えねえ雑魚どもを見繕え。餌に変えて食われても困らねえ奴らをな。かしこまりました。モンスターどもの前を走らせて都市の中央へ誘導しろ。セントラルパークに化け物どもを集めやがれ。ザルドたちの決着を待つなんてもうやめだ。結界も氷壁もぶち抜いてバベルもろともオッタルを潰してやる。敵増援確認。モンスターの大群、進路は都市中央へ向かっています。何、まさか。セントラルパーク北部、敵増援が結界に接触。モンスターがなだれ込んでます。バレた。アレン様、フレイエ様とオッタル様の元にモンスターが。ここはてめえらが何とかしよう。アレン様。アレン won't let any monsters interfere with Otoriel's battle. 結界が破られる。バレッタめ、全くもって悪辣だな。我々も向かうぞ。都市崩壊の瞬間をこの手で迎えてやる。待て、よせ。やめてくれ。終わりだ、オラリオ。She really thinks that she's won, doesn't she? Kind of sad. Oh, Bana.ああ、皆まで言うんじゃないよ、ノアール。すまん。先にこれだけは言わせてくれ。どうしようもないお前たちと出会い、今日まで全くもって愉快だったわ。ノアール、ダイン、バーラ、
ロキ、じゃあな。待て、ノアール！悪いな、ロキ。最後までろくな親孝行もしてやれなくて、許せよ。その代わり、最後に一花咲かせてくれる！夢のように楽しかった。 Man, now they're even going out on a suicide mission. Come on! Nameless heroes. 希望を掴み取ってください。セントラルパーク、全方位から攻撃を受けてます。結界を維持してる魔導士たちが攻撃されて、もう持ちません！バラフレイヤが単身駆けつけましたが、一つの方面しか守れません。今から半端な援軍を送っても返り討ちに。団長、どうしたんですか？何を見て？え？あれは？ノアール。ダイン、武装は？おう、敵の死体からハイだ。よし、くれ。準備はいいね。化け物どもの海へ突っ込むよ。おう、行くぞ。ノアールさん、ダインさん、バーラさん、何やってるんすか。たった3人で無茶っす。戻ってください。ノアール、まさか。かオリバス様、敵襲です。北の方角からわずかな手勢がモンスターに突撃を。なんだと。冒険者ども、一体何をするつもりだ。モンスターたちの動きが北に傾いて。シャクティ団長、あれを。ロキファミリア。行くのか、勇士たちよ。Ganesha understands it. 特攻？ Yep. Pretty much. いつからだ？意欲より先に丁寧が体を支配するようになったのは。腕が重い、視界が狭くなった。心が思い描く自分に枯れた木のような足がついていかない。恩恵の力を実感する以上に、日に日に衰えていく肉体を感じるようになった。そうだ、英雄となるにはこの体は老いすぎた。向こう3年、もし今のまま戦えたとしても、その先はわからない。ならば、くれてやる。この命を俺たちの希望に。次の世代につなげてやる。
もう十分生きたオラリオの老兵ども、俺たちは先に行くぞ。私たちが一番乗りだ。悔しかったらケツを追ってきな。ロキファミリアのジジイどもめ、いつも調子に乗りやがって。バカめ、お前らに格好をつけさせるものか。負けてたまるものかよ。お嘘だろ。行くな。おい、周囲の砦から祝連の冒険者たちが。待て、勝手は許さん。持ち場に戻れ。ジャフ、ラーザ、カイリー、私の命令が聞けないのか。ハーディの元へ行こうとするな。てめえら、すまん、バナフレイヤ。この後は頼む。だ、あの野郎ども、年中から三三五五と、そんなでモンスターどもが止められるかよ。特攻笑わせんな。てめえらは無駄死にだ。They're paving the way for the future generations. たとえそうだとしても、ノワールたちに続いて冒険者が中央に集まってく。オラリオの先達がみんな死に場所を決めて。じゃあな、ガキども、主審のオモリア任せたぞ。師匠、置いていかないでください。師匠、大丈夫、私たちはずっと血でつながっている。待って、待ってよ。これが名も残らない冒険者たちの番か。いや、これもまた眷属の物語。死に損ないの老人ども、無駄なあがきはやめろ。お前らがいくら抵抗したところでモンスターは止められん。バベルはもう落ちるのだ。そうかい、なら少しでも時間を稼がせてもらおうか。ついでに一匹でも多く化け物どもを道連れにしてやろう。離れた場所からギャーギャーやかましいぞ、ベンデッタ。そんなに止めたいのならこっちへ来い。共に魔王ぞ。それともモンスターどもに囲まれるのが怖いか。おい、俺がどうしよう。魔剣を出せ、矢も構えろ。奴らを撃ち殺せ。 Man, he really is too scared to go after them himself. ドイ、バーラン、ノワール、団長、早く援軍を。ノワールさんたちを助けに。援軍は出さない。残っている部隊は砦の防衛を続行。ノワールたちの独断のせいで陣形に穴が開いた。それを塞ぐよう徹底。反抗は許さない。団長、
各拠点、民衆の護衛を最優先だ。従え、ラウル。いやです、いやだ。自分は、俺はあの人たちに助けられてばっかりで何も返していないのに。いいんだ、フィン。気にするな。ただの代替わりだ。売れ残った俺たちの命、ここで使い切ってやる。あとはお前たち、次の世代が物語を綴っていけ。選ばれることのなかった俺たちの代わりに、お前たちが最高の英雄譚を紡いでくれ。70と少しか。まったく、あがきにあがき抜いてやった。悔いなき人生だったわ。自爆、大量のモンスターを巻き込んで、おのれ、ノワール、みんな、すまんな、ありがとう。ノワールさん、また誰かが死んだ。また誰かがくたばった。うるせえ悲鳴が聞こえてきやがる。今も化け物を道連れにするたけり声が響いてきやがる。嘆くばかりで話にならねえ。引いた轍に亡骸を転がし、どいつもこいつも無様を晒す。くだらねえ、救えねえ。俺の後に誰もついてきやがらねえ。ああ、何ちんたらしてやがる。さっさとバベルを落としやがる。バカどもがいくらあがいたところでモンスターを止められるか。早くあの結界をぶち壊すんだ。それが光がセントラルパークを取り囲んで、近づいたモンスターを粉みじんに吹き飛ばしています。光？一体何を言ってやがる。閃光の周回が、戦車の爆心が止まりません。駆け抜ける。結界に近づく全てを引き殺し、爆砕し、粉砕し、そのバカみてえな反動で、間抜けにもてめえの体を壊していく。指が折れた、頭が割れた、血が止まらねえ。それがどうした。てめえは戦車だ、限界など知ったことか。あいつらが稼いだ時間、あいつらが今も引き延ばす猶予、それを全て失踪のために利用する。くだらねえし救えねえ。お前らの犬死にを俺が奇跡に変えてやる。
だからよこしやがれてめえらの命。この俺に、あの野郎に。勝ち上がれ、おったれ。お疲れ様です。やりましたね。 Oh good. There's one more episode. I mean, one more part. I didn't want to end it there, but I feel like ending it... 私に任せてくださいまし。 I'm already at an hour and 30. Editing down is still probably going to be like 1 hour and 25. Maybe more, maybe less.I'm not making this a 2 to 3 hour finale. I'm not. There's no way I ever would. I mean, I've done it before, but... If the man managed to... Well, I was already too late to read that. The man staying in front was a true war demon. Had I known it wasn't going to be voices, I would have kept looking...The man's been hunting more than anyone else, and he was about to do it again. His fangs were so sharp, you can get to harm just with a touch. One may fight with all their might, but they won't stand a chance. Even by going by the, beyond their limit, they still won't be able to defeat him. For the first time ever, my legs trembled with the terror as I heard his roar, and saw its bloody drooling when he was about to gobble me up. Okay, I was confused for a second. I've done everything I could. I knew the tactics are of no use. I'm inferior to him in every way in terms of status.I have all the conditions for losing this battle cleared. The only weapon left for me right now would be my willpower. I was shamefully muddied. I rage for letting my goddess's name get disgraced, but I will use it all for willpower to win this battle. I was always alone. I fought for my goddess, and I sought for strength for my goddess. To beat myself up to become stronger. I've always fought alone. There's no regret nor honor. I've only sought the necessary. I had to train myself to go beyond the limit in order to reach the unreachable. However...立ち上がれ、おったれ。 For the first time ever, I listened to the voice of others. So he did hear him. All right. あがきにあがき抜いてやった。悔いなき人生だったわ。For the first time.I witnessed someone's death with admiration and respect. I desired victory not just for the glory of my goddess, nor for pleasing myself. I desired it for others. I only realized one's power had turned into everyone's power. Hear the blades clashing, warriors roar as they are risking their lives. Their voices resonate throughout the entire area, the city of heroes. One tells me to become a hero.Souls ascending to the sky ask me to become a hero.
I was triggered. I knew I won't collapse as long as I can hear them. I wasn't interested in becoming called, in being called a hero, though. There's this weird sense of passion drifting up within my heart. I feel my limbs throbbing. Why is it that these desperate dwarves incite me? I don't get it, but it's fine. For now, I'm going to turn that unknown willpower into power, and defeat the mightiest that stands before me. How when you whisper? Loki even whispered even more quietly. How can he hear that? Forgive me, goddess. Forgive me for being a fool that is about to fight for someone other than you for the first time. Gin no chi, kogane no kin ya. Kono mi wa ikusa no ou o haimen se shi. Kake nuke o. Negami no shin o nosete. Hiru de spiri! Hear me roar. I'm granted only one chant. Witness the most destructive strike I can deliver. The enemy's flaming vortex is trying to swallow the golden strike. Sword is wielded with the field is flooded with fire. It doesn't matter. I am raging. With all my might, I wipe every enemy that I see. Tomarina! Susume! Koiro! Ottaru! Ikinasai, Ottaru. Kachinasai, Ottaru! You can do it, Otaru! Good job! It's still funny every time I say that. I can't. I need to see this battle end in this episode. Then I'll end it off. Because that would literally would be the worst cliffhanger I could leave anyone on. That girl has had that scared face basically the entire time this has been going on. Yep. So if Zard won, you all lose. Obviously, Otarl. Zardo ni kimatten daro ga yo. Youyaku keri o tsuketa ga. Saikyou no kenzoku san yo. Machi kutabure chimotta ze. Bakemono yaro. The monster's been slain. You lose.
Well, at least the first half of you quite ends now. There's only the symbol of hope. Nani? And there he is! 炎と煙が晴れて。Oh, Taro! 歩み出てくる。Oh, yeah! もしや。制した。最強を塗り替えた。ゼウスとヘラの壁を、千年の歴史を乗り越えた。叫べ、冒険者たち、勝者を称えろ。たった一人の王者を。オタル。バカな。そんなことが。You screwed all of this. サルドか。負けた。待ち上がれ。Yes, he did.ふざけんな。なんだそりゃ。ありえねえ。テイマーども、モンスターに命じろ。中央に残ってる大軍全部で死にかけのイノシシを押し潰せ。 Those monsters can't take out Otarl. Especially if someone gives him a hope.耐えなさい、オッタル。膝をつくことは許さないわ。おい、ガーデンスが出てきて、ビーンデンジャー。本当の王者になった。どれだけ傷ついて力を失っていたとしても、立ち続けなさい。その栄光を都市に見せつけなさい。はっ、フレイヤ様。ステータスを更新するわ。あなたは終わるまで敵を平定しているだけで。Wait, update the status. Right in the middle of battle? 成し遂げた偉業はここに刻んで。Level 7 now, right? 剣を持ちなさい、オッタル。一撃。震えるわね。頂点。示せるわね。なら投げ払いなさい。こちらへ押し寄せるあの醜悪な怪物たちを。御意。存分に暴れるとしよう。ターゲットは任せて。And we win.GG! No, no, seriously, he became a level 7 adventurer from that, right? No one heard of war. As if he'd left everything in deadly duel, he just fought. The warrior just delivered one powerful wield.Yes, he did. Nagi harai yagatta.
You're screwed. あの圧倒的な力、間違いない。レベル7。うん。名実ともに王者が真の最強に至った。イビルスの残存勢力およびモンスターを掃討する。敵の士気は落ちている。総員畳みかけろ。地上の勝敗は決まった。犠牲を払った冒険者たちはその命に報いるため必ず敵を打ち倒す。But can the same be said for the bottom half? そっちは任せたぜ、正義の君。 Hey, you only seen Justice Girl. Which one? Were you? Most likely. まさか、ここまで来るとは。一体何度俺を驚かせれば気が済む？ Wait, Astrea actually came here?God dang it, woman. You do know that if you die, your children will lose their status? Right? 勝てたんだ。よかった。Well, with that, I'm going to end this episode here. Thank you so much for watching. See you guys next one where we will be picking up the rest of this stuff off and we will be finishing this event.Never thought I'd finally get to say that. It's been a long time coming. See ya. Till then, see you guys later.